今日は7月25日6時40分ですね。これは今広山公園の展望台から撮っています。ちょうど真正面に見えるのが、リベーラ逗子マリーナですね。今日は風もありませんから海が非常に穏やかですね。今日は一応大寒ですよね。1年で最も暑い日ですが、今日は、30度下回ってかなりひんやりして気持ちいいですね。誰もいない。空も少し、こういう夕焼け空になっていますね。少しが吸ってるけども、この正面に見えるのが江ノ島ですね。これがね、これが江ノ島です。波もほとんどない。日暮らしの声が涼しいですね。ここは、湘南で、最も海のよく見える場所ですね。